エンゼル館はかつて存在した日本の映画館である。後に松竹エンゼル館と改称した。北海タイムス1927年4月22日付に掲載された同館の広告。ジェームズ・ガーディナーのガーディナー建築事務所の技師、荒木賢治が設計、施行した。経営したのは江戸・本所出身の佐藤一太郎で1907年に旭川、 1910年に札幌、1911年に小樽、室蘭、帯広、釧路、とこの月牛村にそれぞれ神田館という活動写真常設館を建設した人物である。1960年発行の旭川市功労社殿にはエンゼル館が札幌の神田館と同じ年に建てられたとあるが、1913年7月9日の北海タイムスの記事によれば、 大正2年に、春工開業したと報じられている。1927年4月22日付、北海タイムス二道館が出した広告によれば、沼田光六監督の、江戸嵐や富沢進郎監督の、漂白の人のような牧野プロダクション制作の、新作だけでなく、牧野映画製作所が1923年に、制作した、沼田監督の、 先決の手形前編、後編のような旧作や、パラマウント映画が1925年に制作した、エイドワード・サザーランド監督の恋の勝ち時といったアメリカ映画も同じ週の番組として上映していた。同年、放置新聞の招待で来日した、ノルウェーの探検家ロアール・アムンセンが、札幌での公演を、同年7月3日、同館で行っている。 1953年の時点で札幌市内の映画館は17館に増加。その後も札幌日活劇場、東方日本劇場、東方公楽劇場などが相次いでオープンし、競争が激化。エンゼル館は1968年に閉館した。現在は跡地に1988年3月に竣工した札幌北三条ビルが建っている。 1950年にエンゼル館で上映されていた大映作品、白雪先生と子供たち。ポスター写真右上は主演の原節子。1953年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。